今回は直近のアプデで効果時間が 7.7、8.1 カウントに情報修正されたゴールデンカムイコラボカードのプレミ注意を紹介するよ。経歴は式7で、自身よりコストの低い味方の武力がプラス8される号令、自身及び同コスト以上は武力プラス4、高い武力上昇値が魅力的な経歴。伊藤かしたろうと違って武力が変動しても良いし、ミックス武力8を採用できる。自身は 2.5 コス武力7と少なめスペック力で特技狙撃を持っとるから、実はそこまで白兵で足を引っ張ることもなく、経歴のシンプルな効果力かつ勢力の制限もないから、デッキを組みやすく使いやすい優秀なカード。公務執行妨害で逮捕、おまわりさんの心を傷つけた。少しは役に立ったかな。撃ち抜け。放て。最後まで下は抜かれ。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。まだ俺は前出なくていいのか。絶対負けねえ。間に合ったか。撃ち抜け。ああ、俺たちの敵じゃないな。流派発動。見ろ肩。波乗りだ。打ち抜け。どうした、こっちは遊び足りんぞ。波乗りだ。面白い。波乗りだ。こんなガキの喧嘩じゃねえだろ。波乗りだ。撃ち抜け。最後まで下は抜かれ。撃ち抜け。面白い。間に合ったか。流派発動。三の肩。絶対負けねえ。撃ち抜け。放て。ああ、俺たちの敵じゃないな。今度は俺らの番だ。最後まで下は抜かれ。波乗りだ。どうした、こっちは遊び足りんぞ。月はあっちにあるな。潮時か。
俺は撃ち抜け。戦機解放。こっちも戦えるところまで戦って待機したいかな。少しは役に立ったかな。面白い。月はあっちにあんのかよ。絶対負けねえ。放て。面白い。今日はやめておく。公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。冷血対戦では城との接触時に武力3ふさわしと接触したダメージが入るから、連続で接触すると早く撤退できるけど、ここは同行者の小技の精度が低いね。要練習。今回は2試合やるよ。鶴に注意。俺の速さ、ついてこられるか。
上にはならん。周りくどいのは苦手なもんだ。流派発動。一の方みんなありがとう。ご視聴ありがとうございました。